本田ダ・オツノシン12月24日から1947年8月12日は日本の教育者、台湾総督府台南市藩学校の学校長を務めた。山口県豊浦郡、西市村に生まれ、山口市藩学校で小学校教育を学ぶ。卒業後、一時、豊浦郡の吉見小学校に勤めるが、工学心をさえがたく辞職。 東京高等師範学校本科数物科学部に入学し、1914年に卒業。同年4月、広島県三原女子師範学校教育研訓道として赴任する。1918年1月には台湾に渡り、はじめ台湾総督府国語学校付属女学校の教諭となり、翌年には台湾総督府台南師範学校に着任した。以後、 第二次世界大戦が終結する1946年までの26年間、あまりの長きにわたって台湾師範学校に在任。1935年10月に学校長に抜擢されると、以後1946年1月までの10年間にわたって学校長の任にあった。また、1936年には当時の台湾総督、 小林製造海軍大将の訪問を受けている。終戦後の1946年1月に学校朝食を退き、帰国。翌年に死去、60歳であった。在任中は、台南しよけばに朝の間席で暮らし、教育の傍ら、学生と共に、馬術や球技などの運動をたしなんだ。台湾新民放社 海底台湾人士館1937年江南新聞社台湾人士館1943年ありがとうございます。